このプレッシャーのかけ方が尋常じゃないぐらい、もう俺どこ打ったらええのみたいな、話してくれるかなってちょっと期待しちゃうんですよねちょっとだけね、はい、めっちゃ近いんですけど次はですね、ちょっとダブルスの話を。松井さんって全日本ダブルス何回優勝しました？4回も優勝した。それ全部岩渕さんですか？そうだね。じゃあ4回も優勝してるんだ、同じパートナーで。そうです。すごいですね。それ4連覇ですか？1回だけ負けたんだよ。3連覇で負けてもう1回、同じペアで3連覇っていうのは記録らしい。おお。まあ松井岩渕と僕やったことありました。あ、忘れたな。最後に対戦したのが伊藤雄一と松井さんで、はいはいはい、僕と松尾が組んで、うるさかったですねお祭り騒ぎしたやつ、スタジアムコートですねそう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 。あの時も含めてなんですけど、何度かね対戦してると思うんですけども、僕松井さんがサーブの時に嫌だってもちろん思うんですけども、それ以上に松井さんが前にいる、俺がレシーブって目の前に松井さんがいる時っていうのが一番プレッシャーかかったんですよね。っていうのもなんかね、こうやってなんかこう構えてるんですけど、なんか動かないぞみたいな感じでこうやって構えて、ちょっと狭いね松井さんの構え。モノマネ入ってます。そっからそう、モノマネ入ってます。なんかちょっと気づいてる。いや、出てるの知らんの自分でこれお尻がちょっと出るのよ、こうやってで、そっから動かないでしょっていう素振り見せておきながらピカーンって出てきたやるじゃないですか、はい、ちょっとお尻出る。このプレッシャーのかけ方が尋常じゃないぐらい、もう俺どこ打ったらええのみたいな、なんかそのところって、お礼でどんなことを考えてたんですか？もうとにかくプレッシャーかけるだけ。いや、まあ、ボケーっと立ってる時は、当時は確かにあったかもしれないけど、うん、今はあんまりそのボケーっとケツこうやってこうやってやってるのはあんまない。あんまない、うん、じゃあどう構えてる？今はやっぱり、こう、まあ、何でも取れるぐらいを見せる。要は、こういうボーじゃなくて、こうなんか、どっちも行きます、ロングも行きますよぐらいの構えは見せる。実際に出ないサインをパートナー、要はコーチ出ないって言っといて出ちゃう時もある。だから3人を騙す自分のパートナー、自分のパートナーみたいな、そっちは本当は。ただこれやりすぎると絶対バレる、うん、もう1試合に何ポイントしかやってない。なるほどね。じゃあまあ、自分のパートナーを騙す騙さないちょっと抜きにして、どんなポイントの時にコーチに出るか、どんなポイントの時にコーチに出ないステイするのかみたいなのって、なんか目安みたいなのあるんですか？絶対欲しい時は。だからそれも言わないって言ってんのバレるじゃんそれバレるか。俺まだ現役選手だから。そっか何にしてよ思ってる、ね、質問がもう本当にね際どすぎて本当にいや、ここまでえぐっていくとやっぱりね、松井さんがね、いろんなことをね話してくれるかなって僕ちょっと期待しちゃうんですよねちょっとだけね、まあ、できる限りのところはあるんですけど、じゃあちょっと質問にニュアンス変えて。あ、ニュアンス変えるね。じゃあ例えば、自分のパートナー、うん、サーバー、うん、がアドサイドです、自分がここですっていう時にコーチに出るのか、逆に松井さんがこっちにいてサーブディスサイドでコーチに出るのか、どっちが好きですか？例えばアドサイドサーバーのサーブって俺が前につく時にフォアボレっていうのは飛びつきやすいんですよ、うん、なぜかっていうとフォアボレって飛びついて多少振り遅れても力入りやすい、うん、でもバックボレーの時は、まあ、大体の人は片手です。両手の人はもっとリーチないんだけど、片手だとちょっと振り遅れですよ。これきついんですよ、うん、無理。ここだとさっきのフォアボレーこれ力入るけど、うん、こっちは難しいんですよ、うん、ってことはバックボレーはちょっと前で取らなきゃいけない、うん、そうなってくると例えばアドサイドだったらフォアの飛びつきのことが多少空いてても取れるんですよ。なるほど。返せる確率は片手だと、うん、だから僕はちょっと多少多めに上げてても、こっからこれ取れる。ここだったら取れる。こっち側のデューサイズ、パートナーサーブの時はちょっと逆で、
ちょっと首を振るときついじゃん。きついね。しかも相手の、まあ、右利きからフォアなダウンタイムをここで攻めるんですよ。ちょっとね、ちょっと肘痛い清文君にはもう一番ここ打てない、打てない。そうだ、前で取らなきゃいけないんですよ。で、コーチが今度は取りやすくする。だからちょっと僕は、あんまり痛くないけど、こっちにいるときは、まあ、少しこっちをケアしつつも、フォアボールで飛びついてポーチ。なるほど。で、こっちは逆で、バックボールポーチに、こっち来ても、飛びつける範囲が、長いプラス力も入るんですよ。っていう、その意識がちょっとある。いや、なんかね、松井さんと対戦してて、そんなに空いてるのに、大丈夫ですかって思いながら対戦してたんです。で、僕アドサイドがほとんどだったじゃないですか、だから松井さん この辺にいるんですよ。なんか僕は相手のレシーブの半歩よりサービスラインとサイドラインの真ん中ぐらいに構えるんです。ここだいたいこの辺に立ってることありますか？ありますよ。で、抜けるかなと思ったら抜けないんですよ。ここは捨ててますから僕は。あ、そこはもうどうしようもない。ここはエースと会えたら僕はトゥーグッドです、その辺を取ろうと。なるほど。だからそこら辺のその捨て具合みたいなのがちゃんとあるんだ。ここからこっちはもう捨てる。あ、じゃあこのアレイの半分より向こうは捨てる。大体捨てる。それって振り遅れとか、すごいキックサーブをそうストレートに振られるとか、そんなのどおめでとうですか？おめでとうです。何球も続かないよ。もう一回やってみろよ。もう一回やってみろよ。それでやられて負けたらもう本望よ。いや、それはもう、それはもう強くってです。いやー、ここら辺捨てれるっていうのが勝負師なんですよね。なんかね、僕ならこう、一杯の範囲を取りたいと思うところを、捨てるところをしっかり捨ててるんで、だから集中するべき点にもっと集中できるっていう風なのちょっと見えてきましたね。じゃあちょっとね、今からね、技術的なことをレクチャーしてもらおうかなと思うんですけど、速いレシーブ、一番怖いのって実は真ん中気味に抜かれたボール、まっすぐ来たボールってこうやっていけばいいと思うんですけども、自分の横を通っていくボールってフォアボールする人も真ん中になるし、自分が取ってあげないといけないじゃないですか。だからそこら辺をちょっとレクチャーをしてもらう、速いボール、こちら辺に来たボールを打つ、ブロックする、プレッシャーをかけていってブロックするっていうのをちょっと見せてもらおうかな。やっぱりポイントは味方サーバーが、いいサーブを打ってくれる以上に、僕は松井さんのこの前の動きっていうのがあるから、自分の味方サーバーがキープしやすくなると思ってるんで、そこら辺の動きをね、ちょっと研究できたらいいなと思ってるんで、ちょっとレクチャーね、やってもらいましょう。真ん中バックボレーを止める解説です。じゃあこれ特別に。で、さっき言った体を持ってきたい方向に打つっていうのをちょっとやってみたい。これをダメなパターンはこれが一番ミスが多い。こう来たボールに自分こう来てこっちに返す。これはやっぱりテクニックが必要だし、やっぱ調子が悪いとやっぱミスが多くなる。これを素直に押さえて自分が入る、何も余計なことをしないで、これが一番ミスの確率が少ない。これをカッコつけて、アングルを狙おうとすると、これたまたま入りましたけど、あれはものすごくリスクが高いです。あそこも狙う必要ない。で、これも完全に狙う必要はないです。最初は速いボールから、これのが一番シンプルでミスの確率が低い、そしてなおかつ効果的な、ポーチの打ちどころです。
フォアボレーでポーチ出る場合はよりまあ右利きの人はフォアボレーで10サイド出るんですけど、よりパンチがあの行くと思うんで、遠慮なしにパンチしてってください。まあ、振ってもいいです。振ってもそれだけパンチができればいいんですけど、できればパンチするのも相手の出の足元とかだと、うん、あのミスの確率が。でこれを余計なことしようと、ちょっとディレクションチェンジって言って打つ方向を変えようとすると、これたまたま入りましたけど、ミスリスクが高いショットです。これも高い、これも高い。ああいうところは狙う必要はないです。でシンプルに狙うところは、自分もそこに入り込んでいくぐらいの感じで、相手の全員の足元がいいと思います。